エドマンド・シクストゥース、エド・マスキーは、アメリカ合衆国の政治家。メイン州選出上院議員、第64代メイン州知事、ジミー・カーター政権で、第58代アメリカ合衆国国務長官を務めた。上院における最初の環境保護論者として有名である。1968年、アメリカ合衆国大統領選挙での民主党の副大統領候補であった。 1914年3月28日にメイン州ランフォードでポーランドからのカトリック移民の息子エドムンとマルチシェフスキとして誕生した。1936年にベーツ大学を卒業し、1939年にはコーネル大学法律学校を卒業した。第二次世界大戦中にはアメリカ海軍に入隊した。戦後はメイン州の民主党組織設立に貢献した。 メイン州は伝統的に共和党の地盤であり、1936年アメリカ合衆国大統領選挙においては、フランクリン・ルーズベルトに対するアルフランドンが確保した2州のうちの一つであった。メイン州議会議員を務めた後1954年にメイン州知事に選出され、1958年には共和党の現職のフレッド・ペインを破ってアメリカ合衆国上院議員に当選した。 その後1964年1970年1976年に再選され1980年5月7日に国務長官就任のため辞任するまでアメリカ合衆国上院議員職を務めた。彼はサイラス・バンスの辞職に伴う公認のアメリカ合衆国国務長官として ジミー・カーター政権において1980年5月8日から1981年1月20日まで同職を務めた。上院議員時代には大気汚染防止法を提出し、同法案はマスキー法として知られた。1970年にカリフォルニア州大気資源局によって制定されようと、したが1974年に廃案となった。 自動車の排気ガス量を10分の1に削減するという法案で、この法案の提出、制定の動きは日本の自動車業界にも大きな影響を与え、その後自動車開発における環境保護の重要性が認識されるようになった。マスキーは1968年アメリカ合衆国大統領選挙において民主党のアメリカ合衆国副大統領候補であった。 1972年、アメリカ合衆国大統領選挙では、民主党のアメリカ合衆国大統領候補として考えられていた。しかし、ベトナム反戦を正面に掲げた、サウスダコタ州選出のジョージ・マクガバン、上院議員候補に勢いを奪われ、アイオワ州の党員集会とニューハンプシャー州での予備選挙では、調査で勝利したものの、その後の各州での予備選挙では振るわず、 結局民主党の指名は幕が番に破れた。保守的な新聞が夫人のジェーンの喫煙などを批判し、マスキーが涙を流したことが敗北の原因と考えられているが、マスキーは後に屋外でのコメントだったため溶けた雪が涙のように見えたのだと主張した。マスキーが大統領候補に指名されていたならば、リチャード・ニクソンを破ることができたのではないかと考えるものもいる。 ありがとうございます。